わっさっ、いや、ピマルです。はい、ということで今回はですね、シェリーを使っていくんですけれども、見てくださいと、ダダンと世界一でございます。はい、あざす。途中なんですけど、まあ序盤という形でね、まあ、今は世界一という形なんですけども、今回はその世界一のシェリーを、まあ、使ってやっていきたいと思います。それでは行きましょう。ポチ儲けとデンプシーやっていきます。さあ行きましょう。これは右から行こうかな。はい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 、まあ、基本そうっすね。そう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 、普通にこれ中まで行かせたい。オッケーオッケー、中行かせて、じゃあ俺が上行くよっていう形。なんか俺取っちゃえばよくねこれっていう、なんか疑問じゃないけど、急な判断ですねこれが。儲けがやられた。なるほどね。必殺技だけ貯めときたい。なるほどな。これさ、そうね、ナイスナイスナイス。危ね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 と。いや、今のナイス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 。買いに入れて欲しかったね今。まあ、しょうがないか。俺がモーティスにガンガン上がれたらいいんだけど。いやー、なんか何何めっちゃ抑えてない？儲けは誰を狙うこれ？オッケー、もう俺ばっか介入してる。オッケー、表さんそんな感じでウルトだけ貯めて。オッケー、もうマジか。ほらよ、こういうことっすよ。これが一発逆転。あと一個。オッケーで逆転だけ気をつける。オッケー、ナイスナイスナイス。危ねえ危ねえな。これは強いね。モーティスだけ見ててもダメってことっすね。死ぬな絶対。危ねえ。介入がちょっと難しくて、ミッドは。まあまあ勝てたし、ナイスナイスナイス。はい、ということでやっていきましょう。次来ました、テンホン。これ俺右行きます。モーティスは右から来なかった。まあ、リコこっちから来るはずないんだけどね。打ちづらいと思うから。はいはいはい。で、一旦ニドさんに介入して。あー、一発さなかった。いけ、ナイス。まあ、ウルト溜まったんでよかったです。こっからですね。あれ、開けた方がいいのかな？壁がさ、ない方がやりやすいよね、多分。いけいけ、ナイスナイスナイス。いいねいいねいいね。パムに打つとでけえからよ、めっちゃ溜まるんだよ必殺技。面白いことに、さあしっかり回復していくか。俺が打つ。基本モーティスは引きでいいですね、必殺技が溜まってないときは。ナイス。ニノさんには降りたくないっす。ニノさんには俺煽ってないっす。テンホーンテンホーンっていう。さっきテンホーンに煽られたんで、しっかり回っていく。テンホーンは友達っすね。ミスミス。オッケー、まあまあこんな感じっすね。引き打ちっすね。引き打ちが基本いいと思います。さあ行きましょう。多いね、多い。このなんかもうモーティス、パムって多い。まあまあ、だからシェリーが刺さるんではないかという形ですね。とりあえずもう上がる。モーティスはもう追いかける。追いかけまくる。追いかけて、ウルト貯めちゃう感じですね。で、なんか、ここはそうですね。これでいいか。で、パムが来たらとりあえずパム狙いに行く。で、ウルト貯まったから、介入してあげる。って感じですね。モーティスちょっと逃げ足早いから必殺技溜まりづらいんですけど、しっかり追ってあげれば、追ってあげて来ないなと思ったら、パムに行って必殺を貯めていきましょう。で、モーティスいるじゃなくてダリルか。まあまあダリルでもそうなんですけど、投げに結構相性いいんでね、この編成は割といい編成ですね。で、これでモーティスが来ると思うんで介入してあげて、まあ、基本ああいう時にいつでもできるように必殺技貯めといてですね。で、ジェシーのタレットも回復ステーションも基本すぐ壊せるんで、
なんでどんどん壊していってあげましょうね。あそこの裏とか結構壊しやすいんですよね、基本。あとなんかシェリーの目の前にジェシーのタレットとか出す人いるんですけど、そういうのもすぐ破壊されちゃうんでやめた方がいいし、もしそういう場合が来てもね、焦らず3発パッパッパって2発で壊せるかな、壊せると思うんで、ぜひともやってみてください。さあさあさあ、 OK です。こんな感じでいきますか。とりあえずラストもう一回いこう。再現ショー来ました。これはまあ左でいいかな。俺左行くよ。うん、これは左から多分、ああそっちミスりましたね、普通に。まあでもダリルだったら基本押せるんで、もう威圧でも何でも押せるんで OK。 ウルトだけ貯めて置いときましょう。まあ、このウルトだけね貯めとくっていうだけでも超強いんでね。どっちやろうかな、迷うな。まあ、いっか。これは OK。 今ちょっと消えるか飛んでくるかのやつに打とうと思ったんですけど、なんか1バレしたんでいいかなと思って使っちゃいました。あれも、あ、いいね、ナイスだね。それ最高っす。壊すか。OK。 ダメー、来てたー、フラックさん。まあまあまあ、デンプシーが死んでないだけで、マシますってない。マシですね、と。俺がここにいればね、基本守れるんで。で、あと一個取れば終わりでしょ。ああ取れんかった。やばい、割と苦戦してる。あと一個。オッケー。俺が一個取っとく。よいしょ。おい、ジジイ。ナイス。オッケー。はい、ということで今回こんな感じで終わっていきましょうか。いいね、やっぱシェリー楽しいっすわ。はい。はい、ということで今回ね、初の世界一位、シェリー取って、いい感じで使えましたと。よかったですね。今回ちょっとまあシェリーを頑張るじゃないですけど、なんかシェリーを頑張ろうと思うといろんなところで使って、この前だって850いくつまで、860か、860まで行ったのに、シェリーだけ上げようと思いすぎていろんなところでシェリーを使いすぎて60下がってもう慣れてそっから使えなくなったんで、結構ね、使えるステージが来たらバンバン使うって感じでいいと思います。はい、はい、ということで今回こんな感じで終わっていきたいと思います。ぜひともね、チャンネル登録と高評価をお願いいたしますと。まあ、他のね、キャラクターはちょっと下手とかですけど、シェリーだけは得意なんで、ぜひとも参考にしてください。はい、ということで終わっていきたいと思います。バイバイ。